じゃあ後半もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、後半部分はですね、まあ、僕らとのその出会いであったりとか、あとは、まあ、実際にどういうことをやらせていただいているのかっていう、まあ、仕事の面で経費削減どういうことをやらせていただいているのかっていったところで、最後は、まあ、今後の展望であったりとか、はい、まあ、そういったちょっと真面目な、はい、お話を伺えればなと思っておりますので、はい、お願いします。はい、お願いします。で、最初、まあ、出会いなんですけれども、僕らのその出会い、どういった形が最初ですかね。ですね、多分なんですけど、はい、西田さんと、はい、はい、岸さんが、紹介してくれたというか、はい、なんか、パン屋さんで、うん、経費節減でやりたいんだっていうことを、言われたんだっつって、ジャパン屋さんだったら、うんうん、八村君とこ行ってみなって言われたんだって来てくれて、うんうんはい、で私もまあそういう電話って多いじゃないですか。そうですね、うん、だからなんか、ちょっと怪しい詐欺まかいな電話かななんて思ったんですけどまあ一応ね障害だったんで、まあ、スタートはそんなもんですよね。そうそうそう、話聞いてみようと思ったら、うん、なんかちょっと本当に安く売れそうなというか、はいはい、まあいろいろ話聞いて、うん、なんかちょっとそう思えたんで、うんうん、ちょっとやってみようかなということで、まあ、そこから始まったんですね。あ、そうなんですね。今ちょっと思ったんですけど、はい、西田さんとか岸さんとかってどちらかというと、はい、まあ、パティスリーだケーキとかじゃないですか、はいはいはい、まあ、そういったところの交流って結構あるもんなんですか。はい、そうっすね、多分なんですけど、はい、西田さんと岸さんは、はい、上海の方で、あ、はいはいはい、一緒に仕事をさせていただいて、私はパンで行って、はい、西田さんと岸さんはお菓子の方で行って、で向こうで、まあ、一緒に仕事してすごく楽しかったんで、まあ、それ以降もちょっとたまにプライベートで会わせてもらったりとかしながら、なんか日本のこう洋菓子であったりとかパンであったりとかの、その技術レベルと、はい、その中国の技術レベルとかっていうのは結構乖離があるんですか。あ、どうなんですかね。技術レベルってもう本当にそんなに変わりはないんじゃないかなっていう、ただやっぱり材料の問題だったり、あと好みの問題だったりで、やっぱりちょっと違うものを作るんですけどね。うん、ただ、まあ、昔は分かんないですよ。多分、日本の方がレベル高かったと思うんですけれども、はいはい、ね、今、台湾とか、ね、はい、世界大会で優勝したりとか。あ、そうなんですか。技術のレベルはそんなに変わらない。あ、そうなんだ。知らなかったです。台湾もそうですね。台湾もそうですね。だから。確かに、スイーツとかも結構有名だったりしますもんね。うん、確かに。まあ、パン屋さんとか、中国も、はい、台湾もそうですけど、まあ、独特のその国にあったものを作りますけど、多分ね、技術レベルっていうのは、もうどこも変わらなくなってきてるのかなと思いますね。へぇ、でもちょくちょくそういった、集まりというか、まあ、海外もそうですし、うん、まあ、日本とかでも、まあ、西田さんとか岸さんとかと、まあ、こう、お会いしたりとかして、はいはいはい、で、それで、まあ、交流を持ってて、で、そのままご紹介いただいて、はいはい、まあ、そんなような感じなんですね。はい、いや、でも、よかったですね。最初怪しいって言ったところから、まあ、これぐらいの中にならせていただいて人はどうなるか分かんないなと思います、本当にで実際に今やらせていただいているのが、まあ、LED の切り替えにおける、はい、まあ、電気代削減っていう形だと思うんですけど、うん、実際どうですかね。そうですね、まだ導入して間もないんですけど、うん、もう確実に安くなってきてて、うん、で、LED の前何でしたっけ？ LED の前は何て言うんですか？あれは白熱球ですね。白熱球。白熱球の頃はやっぱり電球切れるし。ああ、そう。で、うちあたりそんなに、うん、5000円以上だと送料無料とかあるじゃないですか。うんうん、ああ、はいはいはい。だから、そんなに使ってないんだけど、無理やりこう5000円にして送ってもらったりとかして、うん、はいはい、そういう作業も結構面倒だったんで、うん、安くなった以上に、うん、で実際明かり自体も、はい、まあ、虫が寄らないって食べ物屋さんだから、確かにそれはありますね。そういうのもあるし、なんかいろいろメリットあったのかなと思って。確かに LED ってなんかこう電気代削減っていうだけで思われがちなんですけど、うん、まあ、やっぱそれだけじゃなくてやっぱり熱を持たないであったりとか、うん、白熱球ってもうめちゃめちゃこう熱いかったりするんですけど、うん、まあ、LED は大丈夫だったりとか、それこそ虫が寄らないとかっていう、まあ、いろいろなこうメリットとかっていうのもあるので、まあ、そういったところでまあすごくちょっとお力になれるのはいいのかなと思うんですけど、あとなんか雰囲気とか、なんかどうですか、明るさとか。そうですね、最初に現場見に来てもらって、はい、ここはこんな感じにすると、うん、こういう、すごく丁寧に説明してもらったので、はい、で、まあ、それも正直半信半疑だったんで実際ついてる。最初はね、まあそうですよね。で、実際ついてみると、うん、あ、本当になんか言ってくれた通りになるなというか。う、確かに光でね、だいぶ変わりますもんね。あと不思議なことにこう、お店の、まあ、商品もそうですけど、はい、
店の壁きれいに変えたのが、うん、呼び生えたりとか、うん、あるんでしょうね。そう、お任せでやってもらったんですけど、はい、なんかそういうのも計算してやってくれた感じだったんで、うん、本当にあのもううちお店始めて18年になるんですけど、うん、なんかワントーン上がったかな。ああ、よかったです。それはお客さんもまあそんなに言わないですけど、うん、なんか常連さんとかはなんかどっか変えたみたいな。へえ。もうただ明かりなんか変わったってみんな目見ないから、なんか変わったって言わせるぐらいの何かあったんだろうなって思って。ああ、確かに、はい、確かに気づかないですよね。なんかこう僕とかだと、もう職業病なのかわかんないですけど、お店入った瞬間に上見るようにしてるんですよ。あ、そうなんだ。でもそうですよね。そうそうそうですそうです。なんでこんなんか明るさも。なんでこんな明るくしちゃってんだろうなとか、うん、なんでこの色味にしちゃってんだろうなとかっていうのを結構感じるタイプなんで、だいぶ光によって違うなっていう感覚はあるんですけど、うん、で皆さんあんま分からないですよね、うん、そこら辺は。でもそれで雰囲気が良くなったっていうのは、うん、僕らとしてもすごく嬉しいので、うん、いや本当にまあぜひともちょっと今後、まあ、LED だけじゃなくて、まあ、僕らは本当に経費削減全般でやらせていただいていて、うん、まあ、電気水道ガスもそうなんですけど、それ以外にもさまざまな経費とかの削減とかっていうのも、うん、まあ、お力添えさせていただいているので、うん、まあ、そういったところも、まあ、ゆくゆく、うん、はい、まあ、ちょっとお話できればなと思ってます。はいはい、ちなみに、はい、今まででこう経費削減に取り組まれたこととかなんかあったんですか？常にそれは考えてる気がするんですけど、ただあの働き方改革だったり、うん、あの物の流通コストだったり、やっぱり何でもかんでも固定費上がってる感じがするので、やっぱり商品の値段を上げざるを得ないというか、だからなかなかこう、うん、確かに同じなんかこう使い方で削減をするってなかなか難しいですよね。そうですよね。LED も言ってもらわないと分かんないじゃないですか。電気代削ろうとなんて思わないですから。だから良かったですよね。確かにそうなんですよ、うん、結構やっぱり人件費とか仕入れ値であったりとか、うん、そういったところに比べたら電気代って別にそんな大きいわけではない、うん、まあボリュームと他の経費から比べると結構ボリュームは大きいですけど、まあ、人件費とかに比べたら全然小さいんであんま目が向けられないんですけど、うん、でもやっぱりチリツモだったりとかもするんで、うん、まあ、そういったところを僕らはちょっと今後、まあ、サポートできればなというふうに思ってますので、はい、またちょっとぜひお願いいたします。はい、お願いします。はい、じゃああと最後になるんですけど、はいはい、このまあ経費削減をして、まあ、ある程度、まあ、例えば資金を捻出しますであったりとか、まあ、いろいろこうあると思う、できることっていうのも増えてくると思うんですけど、今現在で何かこう今後こういうふうにしていきたいであったりとか、うん、将来の展望であったりとか、はい、そういったところがもしあればお聞かせいただければなと思うんですけど、コロナの影響でダメージを受けた飲食店さんとか多いじゃないですか。はいはい、多いですね。ただあの給付金で、うん、あのなんとか立ち直ったりとか、まあ、そういういろいろ申請すれば通るようなものもいろいろ活用していきたいし、はい、あとそうですね、電気代言われて初めて気がついたんですけど、うん、こう自分の見えないところで、うん、あの削減できるところは、はい、うん、ただあのスタッフには、うん、あのこんな世の中景気悪いのに毎日頑張って、うん、あの来ていただいてるなんて普段は言わないですやっぱりスタッフには還元してあげたいので、スタッフは泣いてます今だからあれですね、まあ、チリも積もればじゃないですけど、こう電気代だったり、まあ、材料だったり、まあ、材料は今度安くさせると今度大変さん泣きますからね。だから、まあ、既存の形でお客さんに少しでも来てもらえる形で、でできればですけど、はい、元気なうちに引退をして、お、うん、お店が上向きな時に、はい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 、こうそれを引き継いでくれる誰かに行っちゃいたいですね。あ、なるほど。はい、で本当に元気なうちに、うん、なんかそのちょっと遊んだりとか、うん、まあそれもいいですよね。そう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 。うんうんうん、まあそんなこと考えてるんです。まあ実際うまくいかないのかもしれないですけどね。いや、はい、実現させましょう。はい、なんか好きなところってあるんですか？私海外好きなんで、今コロナでちょっと行けないんですけど、はい、見てないところ、見たことないところ、うん、経験したことないこと、うん、南米行ったりとかアフリカ行ったりとか、あ、いいですね、やってみたいですね。旅行っていいですよね。そうですよ、まあ、元気なうちじゃないとダメだと思うんで、うん、そっかそっか、確かに、はい、まあ、そんなのが目標ですね。うん、はい、じゃあもうちょっと後継者というか、はい、もう新しい人をちょっと作り上げて、うん、譲って、まあ理想ですけどね、まあ、皆さんなかなかうまくいかれてないみたいな、でも大変なんでしょうか。いや、まあでも自分
がなんかこう元気なうちにやりたいことをやりたいみたいなのはやっぱりありますもんね。はいはい、分かりました。いや実際に今のなんかこうお店としては、はい、なんかこう新しいものを出していこうとかそういうよりもむしろ、うん、まあもう全部全部あの新しいものも、うんうん、あの常に考えていきたいし、うん、あのどんどんあのまあ流行りもいろいろあるじゃないですか、うんうん、まあ、そういうのをどんどん取り入れて、うん、自分でやっぱり仕事していく上でも、うん、あのワクワクしながら新しいものを作っていきたいし、うん、まあ、その辺は本当にあのお店始めた頃と同じ気持ちのまま、うん、まあ、楽しく商売していきたいなとは思ってますね。なんかすいません、なんか最後ちょっと気になったんですけど、はいはい、なんかこう今のパン作りとかのこう原動力になってるものって、はい、実際どういうところなんですか。なんですかね、あの基本負けず嫌いなんで、ああ、はい、ちょっと美味しいなって思ったパンよりも、はい、もうちょっと美味しいものを作りたいなっていうのは常に。なるほど、はいはい、でもいろんなところで食べて、でそれで、そうですね、これよりももうちょっと美味しいものを作りたいなって、はい、なんかちょっと負けず嫌い、綺麗すぎて恥ずかしいですよ。いや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 、でそういう思いが乗って今のじゃないかなとは思ってるんですけどね、でそういう思いでちょっと皆さんもクリームパン食べてみていただけると、はい、いや本当に今日は長々とありがとうございました。もういろいろともう本当に聞きたいことはまだまだ山ほどあるんですけど、まあ、ちょっとまた次回、はい、ぜひ出ていただければよろしくお願いします、はい、思うんで、すいません、本日ですねこのパンビジョンさんのお話聞かせていただきましたけど、まあ、クリームパンであったりとかカレーパンであったりとかもう本当に美味しいものとかっていうのもたくさんあるので、で実際に僕そうなんですけどパン屋さんってなんか行くだけで結構もうテンションが上がるというか、なんかすごい楽しい気分になったりとかもするんで、まあそういった雰囲気作りとかっていうのもすごくまあ大切にされてるのかなとは思ったので、まあぜひちょっと皆さんも行っていただければ。よろしくお願いします。はい。じゃあ本日はあのパンビジョンの八村さんでした。はい。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。皆様のお力になれる情報を毎日毎日配信させていただいておりますので、少しでもためになったようであったりとか応援してやるセットな方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方またいいねボタンの方よろしくお願いいたします。またですね、みんなのニュースなど取り上げてほしい話題ございましたらコメント欄の方にコメントの方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。